中日、大野雄大、西武、山川と水上らが登録抹消。10日のプロ野球公示で、西武は山川穂高内野手、水上由伸投手を出場選手登録抹消した。山川は9日に行われた鹿児島でのソフトバンク戦で、4番1塁でスタメン発表されていたが、緊急交代していた。中日は大野雄大投手の出場選手登録を抹消した。大野は4日ヤクルト戦に今季初登板初先発し、7回3安打1失点、自責0、と好投を披露していた。大野？大野なんかあったか。山川はいろいろあるだろうけど大野って内容いいのに勝てないだけじゃないのか？山川言ったか。山川は怪我やで。まあ他肉離れか。WBC でも大して動いてないのに。西武ライオンズ、行く？山川は試合前、素振りもしてて元気そうだったけど、スタメン発表されてるのに出てこなかったから普通に心配ではある。